ハレルヤみさんこんにちは素晴らしい御言葉の時間です今日は神様の祝福に関する御言葉です祝福とは何か祝福とは自分が願っているものを受け取ることです祝福はいつも神様から来ますそれに関して 今日は3つの話をします。1つ目、神様は私たちを愛してくださって、私たちに祝福を与えようとするとき、まずは考えの祝福をくださいます。祝福は、神様がくださる通りに数千、数万通りありますすがありませんものすごい種類です。 しかしその中でもまず最初に考えの祝福をくださるということです。どういうことでしょうか私たちの人生はいつも行った通りの結果です。努力して頑張って得るべきものを得たりもがいて熱心に問題を解決したり なまけて何もしないで得るべきものを得られなかったり自分なりに最善を尽くしたけれども間違った方法でやったから苦痛が生じてしまったり私たちの人生も運命も自分が行った通りになりますだから人生はどう行うかが大切です しかしここで私たちの行いを大きく左右させるものがあります。それが自分の考えです。やるべきことが目の前にあっても、めんどくさい、やりたくない、明日にしようという考えがあったらやりません。十分にできるのに、 また恵まれた環境にいるのにもうダメだどうせ自分には無理だという落胆する考えがあったらやりません到底不可能な状況の中でもやるできるできるところからやってみようという考えがあったらやりますそして最後には得るべきものを得ます だから人は考えで生きていくということですなので自分がどういう考えをするかで運命が決まります考えた通りに行うからですだから神様はその考えをまず私たちにくださるんです神様が祝福をくださろうとする時は私たちの近くに来られて 私たちの脳に正しい考えが思い浮かぶようにしてくださいます。私たちの心に自信を与え、大胆な心を与え、やろうとする心、考えをくださいます。私たちがその考えを持って行うときに、自分が求めていたものを得るようになります。例えば、 生活の中でも人も横でいろいろと話しますよね。例えば、2キロ走っているとき、ああもうだめだ、こんなことをして何になると思ってしまうとき、横にいるコーチがこう言います。もう少しだ、頑張れ、最後までだ、できる、諦めるな、そう言って励ましますね。神様も、 そのようにします自分がくじけそうになった時「もう少しだ」「頑張れ」「最後までだ」「私が共にする」「できる」「一緒にやろう」とおっしゃいます。神様のその声は考えとして浮かんできます。「できる」「頑張んなきゃ」という考えが心に入ってきます。 神様は私たちの心に自信を与え大胆な心を与えやろうとする心と考えをくださいますその考えをもって私たちが行った時に行ったとおりに得るべきものを得るようになるからですまた例えば私たちが何かを探している時横にいる人が机の下にあるんじゃない さっき隣の部屋に置いてこなかったもう一度あの場所をよく探してみなよとか話しますよね。その言葉を聞いて実際に探してみたりします。そして結局探した通りに見つけたりしますね。それと同じように神様も話してくださいます。人間の声は耳で聞こえるけれども。 神様の声は私たちの脳に心に直接届きますその声は考えとして心に浮かんできます机の下にあった気がするなさっき隣の部屋に置いといた気がするなあ,あもう一度あの場所をよく探してみようそういうふうに考えとして浮かんでくるんです その考えを持って行って求めていたものを得るようになりますそのようにして神様は私たちに祝福を与えてくださいますひらめくようにしてくださいますまた疎遠していた人と平和をなし和睦をなすときも神様は考えの祝福を ままず与えてくださって助けてくくだだささっ助けいます人の言葉に傷つけられつらい思いをした時すべてを諦めたくなった時自分一人で考え込むのではなくて神様に告げることですそうしたら神様は「でもあの時あの世に助けてくれたじゃないかあの時あの世にうまくいったのではないか」と話されます。 神様のその声は考えとして自分の心に浮かんできます。ああでもあの時あんなに仲良くしたな。あのように親切にしてくれたな。そのようにその時の状況が思い出されるようにしてくださるんです。相手のことが愛おしくなります。心が恵みに満ちるようになります。許せるようになります。 もっと理解したいと思うようになるし憐れむようにもなりますこのように神様が横であの時ああではないかこうではないか話してくださることによって過去のさまざまな良い出来事記憶に埋もれてしまって見つけられない良い思い出なのが良いイメージ良い考えが思い出されて思い浮かんできたりもします。 そのようにして恵みに満ちあふれ和睦をするようになりますそうやって誤解が解かれたり平和をなすようになったりもするのです考えが祝福です目の前に神様が現れてあなたたち喧嘩やめなさいって言うのではなく話してくださって言葉をかけてくださり私たちの脳に考えの祝福をくださるんです それが支えとなって正しい決断もするし頑張るようにもなるし平和をなすようにもなるのです。神の祝福神の祝福は祝福とは何かを思い浮かぶようにし思い出すようにし悟るようにすることです。そうすることで私たちがそれを行うようにさせます。 行うとき神様ははただだ黙って見ててて見いいるのではなくくにして助けてくださいます神様が思い浮かぶようにしてくださったことを私たちが実践すればその行いによって結果的に祝福を受け取るようになります。神様はまず考えの祝福を与えてくださる愛の神様だという話をしました。 番目次の話ですではどのようにした時に神様の考えの祝福を受けられるのかまずどのように祝福を受けるのかわからなければ自分の考えなのかな偶然思ってるだけなのかな生活の中であれこれ神経を使うから なんとなく思い浮かんだことなのかなと思ってそれをつかんで行うようにはなりません必ずどのようにしたときに神の祝福を受けるのか学んで初めて神様が考えの祝福をくださってもあこのように祝福をくださるのだなと分かってもっと受け取るようになります 神様のことを考え、対話し、祈るときに、特にたくさん考えの祝福をくださいます。また、特に神様が願っていらっしゃることをするとき、考えの祝福をたくさんくださいます。例えば、御言葉を熱心に学んだり、神様のことをもっと知ろうとしたり、 自分の性格を直そうとしたり、兄弟姉妹を愛して助けようとするとき、人の命を救おうとするときなど、神様が願っていらっしゃることをするとき、神様がくださる考えがより鮮明に浮かびます。その時は、他のことは浮かびません。ちょうど自分が貴重なものをなくしたけれども、それを どこに置いたかパッと思い出すように鋭いひらめきとしてその一つのことだけが浮かんできますあ,あこうしようこのようにしようというふうに浮かんでくるんですある時は神様の考えはパッと稲妻のようにその考えが浮かびますしかしある時はまるで 忘れていた夢を思い出すようにかすかに思い出す時もありますある時は霊感である時は直感でインスピレーションでピカッと考えがかすめてきます考えや霊感直感が来たら神様を呼んで「神様今このような考えが浮かびました」これは神様が話されたことですか それとも自分が勝手に考えていることですかこうしなさいということですかと考えの祝福を下さった神様に話しかけて尋ねて確認しなければなりませんそうした時に自分の中でより明確になりますまた自分の自己中心的な考えを捨てて 神様の考えに集中してこそ、考えの祝福が脳に伝達されます。例えば、神様はどういうことを願われるんだろう。まあ、こういう時、神様はどう考えるんだろう。以前、御言葉では何て言っただろうかと考えることです。このように神様の考えに集中してこそ、考えの祝福が、 より一層脳に伝達されますその都度最高にふさわしく美しく神秘的で雄大で雄大な神様の考えを受けて脳に神様の考えの祝福を受けるようになります聖書詩篇の121編でこのようにおっしゃいました。 私は山に向かって目をあげる。我が助けはどこから来るであろうか。我が助けは天と地を作られた主から来る。と言いました。この言葉を細かく見ると、あなたの脳に来る考えを見なさい。あなたの助けがどこから来るのか。あなたの考えを見なさい。 あななたのの考ええがどこから来るのからる見なさいとも言えます。神様が考えの祝福を与える時その祝福は自分の手で物理的にもらうのではありません。考えだから脳でもらわなければなりません。私たちの脳はまるでメッセージを受け取る。 スマートフォンのようなものです。だからそのためにも自分の考えが生きていなければなりません。生きている考え、前向きでくださいという欲求があって感謝する心が揃ってなくてはいけません。考えが眠りについていたら例えば、ふてくされていて否定的で 貴重に思わない状態ですこのように考えが眠っている時は神様が祝福を与えてももらえないのです例えば眠っている人にいくら話しかけても水を与えても受け取らないですよね眠っているからですしかし自分の考えが目を覚ましたらすぐにくださいます神様は 祝福を与えたいから私たちが考えの眠りから目を覚ますことを願われて待っていらっしゃいますこういうこともあります時には生活の中で何かショッキングな出来事に遭遇させて私たちを叩き起こそうとされる時もあります起きなさいと言って大切なものをなくしてしまったり財布を落としたり 何かにぶつかりそうになったり事故になったり事件が起きたりそういうことありますか、ね、そういう時は目の前にいる人や出来事を見て「クソ!」っていうのではなく直ちに「ああ神様が呼んでいる」あ「ああ神様感謝します」と思って感謝しなくてはいけません。 それでは最後の話3つ目の話です神様の考えの祝福はキリストによる恩恵だという話です私たちがこのように神様の考えの祝福を受けられるのは私たちと神様を忠報者となって繋いでくれる人がいるからです繋いでくれる人がいなければいくら神様が私たちに 考えの祝福を与えたくても私たちは受け取ることはできません例えばある人がどうしても会長に会って助けてもらいたくてもつながっていなくては助けてもらうことはできませんここで重要になってくるのは間に入ってつなげてくれる人の存在ですその人は間に入って 会長には、会長、こういう人がいます。私の知っている人で、とても信頼できる人です。どうか一度会って話を聞いてあげてください。と言ってくれます。そしてその人には、会長には話しておいたよ。これが連絡先だよ。あなたからも話しかけて連絡してみて。と言います。その時からは、 会長からアドバイスも受け、知恵も受け、さまざまなものも受けられるようになります。つながったからです。このように、私たちがさまざまに神様の考えの祝福を受けられるのは、私たちと神様を、中保者となってつないでくれる人がいるからです。それがイエス様です。キリストです。 私たちはこのことを知らなくてはいけません。だから、そのキリストについて知るということがものすごく次元の高い考えの祝福です。御言葉を締めくくります。神様は大きく三通りの方法で考えの祝福をくださいます。一つ、 御言葉を通して考えの祝福をくださいます御言葉を聞いている時にときに「あ神様はこういう方なんだなこのようになされるのだなあ自分はこのように考えこのように生きていったらいいんだなさまざまに考えの祝福を御言葉を通して受けることが多いです。そして2つ目さまざまな適切な人を通して 考えの祝福を受けることもあります3つ目生活の中で各自の脳に直接働きかけてその都度ひらめくようにして思い浮かぶようにして適切な考えを与えてくださいますこのように大きく3通りの方法で神様は私たちに考えの祝福を与えてくださいます。 その考えを持って私たちが行う時神様は知恵も与えてくださりどうしたらいいか知恵を与えてくださりさまざまな方法で力と道からで助けてくださり人を通して助けてくださりイエス様もその都度助けて考えをくださってその体を使って一緒に行ってくださって その行った通り、結果祝福を受けられるようにと導いてくださいます。ハレルヤ。神様からの考えの祝福を受けて、その恵みに満ち溢れ行って祝福に満ち溢れる皆さんみんなになることを主の皆によって祝福します。一言お祈りします。 愛する神様その大きな愛と恵みに感謝いたしますそれぞれの人にふさわしい祝福を与えようと私たちの近くに来られ考えの祝福をまずくださって心に思い浮かぶようにしてくださり思い出すようにしてくださりまたそうしようと悟るようにしてくださって私たちが行う時に知恵と力と 身力を与えてくださって大胆さと自信と勇気とまたやろうとする心を与えて助けてくださり働きかけてくださる恵みに感謝いたしますどうか今日言葉を聞いた人たちが神様からの考えの祝福を受けて生活の中で随時受けてその恵みに満ち溢れ行って祝福を十分に享受することができるように 助け導かれることを願いますこのすべてのお祈りを愛する主の皆によって御前にお捧げいたしますアーメン